メグザルフィットネスの吉山です。和藤です。今日もレクスコボディーワークのジムで、和藤さんにちょっと私の体をチェックしてもらおうと思います。で、せっかく来たんで、ぶっちゃけ私右肩がすごい悪いんですよ。なのでそこちょっと見てもらおうかなと思って、このチャンス。まずちょっといくつか見させていただきたいんですけども、はい、ちょっと見たいところ、本来は全身見たいんですけども、ちょっと今日はいくつかちょっとパーツを区切ってみたいなと思いまして、まず最初に見るのが、背骨の中でも、胸椎と言われる部分ですね。では実際にちょっとやっていきたいと思うんですけども、一応参考可動域ですね、胸椎の参考可動域としてはだいたい50度ぐらいを目安に見てます。もう一度お願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。特に僕が見る限りそんなに左右差ないかなと思うんですけど、感覚的には右が行きにくい、行きにくいかなっていう感じがしました。はい、あぐらをかいた状態で、お尻、背中、頭がこの壁につくように、ピタッとつくようにしてください。で、このまま横に手を広げるんですけども、肘を壁につけていただいて、このまま肩を置き支点に手の甲が壁につくかどうか、手首がこうなったりしないように注意ですね。これね、いっちゃん苦手なやついっちゃん苦手なやつです。ちょっと怖さありますか。怖さしかないですね。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと怖いですね。怖い。ちょっと今過剰に肩に力が入るのがすごい見られたんですけど、この状態で肘が肩が離れないように下に動かしていきます。で、大体内線の参考可動域としては70度ぐらいです。なのでこれが壁につくことはまずないんですよね。これは怖さもないですか。全くないです。最後、このまま今度バンザイの動作を見ていきたいと思います、はい、同じく3点つけていただいて、肘伸ばした前ならですね、このまま親指が壁につくかどうか、で肘がしっかり伸びてるかですね、肘が曲がったりとか上げた時に腰がグンって反っちゃったりとかしないように注意していただいて、はい、動作をしてみてください。はい、ありがとうございます。これ問題なさそうですね。はい、怖くないです、はい、ありがとうございます。で、今の動作を見させていただく限り、そこまで大きな問題っていうのは僕の中ではそんなになかったんです、はい。強いて言うならば、やはり外旋の動き、怖さがあるという動きに対して肩周りに過剰に力が入りやすいという動作が見られました。となると、やはりその外旋の動きそのものがやっぱり怖さによって力が入ってしまうので、うまくできないというところも結構考えられるかなと思うので、そこの少し力を取り除いてあげて、どのぐらい動きが出るかっていうのもちょっと見たいなと思います、はい。で、肩周りをまず安定させるためには、肩周りの筋肉っていうのは、引っ張られる際にグッと安定させるように働いたりとか、逆に長軸に圧がかかった時にしっかりと安定するように働くって言われてるんですね。でそれをちょっと利用してやりたいのが、このチューブを使った種目になります。はい、ではやります。ではまずこのように縦膝にしていただいて、手をこのようにチューブに通してください。このまま肘を伸ばしてぐーっと伸ばしちゃいます。で、肩に力が入りすぎないように、肩がすくまないですね、このままバンザイ、肘を伸ばしたままバンザイをしていきます。いけるところまで、で戻して、でこれをチューブを使って長軸状に圧をかけたまま肩の屈曲という動作を行っているんですけども、肩に力が入らないようにしっかり圧を加えたまま肩周りを安定させながら動作をするというのが目的になります、はい。結構チューブきつい。ちょっときついですよね。このままバンザイすればいいですか。はい、そのまま肘を伸ばしたままいけるところまで、なるべく肩がすくまないようにバンザイしてみてください。もしできれば親指を床の方に向けるように、そうですね、ちょっと滑り落ちちゃうかもしれないですけど、なるべく手の甲に
あ、ごめんなさい、手の甲じゃないですね。そうです、その甲にしっかり引っ掛けた状態で。ほい。ほい。どうですか、結構きついですか。結構きつい。結構きついですよね。ちょっときつめのチューブを選んでみました。じゃあ今度続いてのエクササイズなんですけども、今度はちょっとぶら下がる動作をちょっとやっていきたいなと思います。動作としては、まあ、先ほど言ったように、まあ、長軸に圧がかかるのと牽引された時に働くっていうのを話したと思うんですけども、今度は今、圧をかけたので今度は引っ張られる方に負荷をかけていきたいなと思います。次にやるのが、しっかり肩甲骨、背中が丸まらないようにしっかり寄せた状態を作って、このまま片方離す。おお。でまたしっかりポジション作って片方離す。離した時に持ってかれないようにしっかりと維持できるように動作をしていただければなと思います。はい、はい、そうです。逆手に持っていただいて、足も少し手前にしてあげると、踏ん張りやすいと思います。でまず肩甲骨のポジションをしっかり寄せた状態作ります。脇を軽く絞る感じですね。そうです。でまた戻して、すいません、ハム釣りました、はい、大丈夫ですか。この種目たまにあるあるです。この種目はこうすればいいです。はい。で親指をグーッと握ってしまうとどうしても肩は脇肩になりやすいので、親指の力少し抜いて小指と薬指ぐらいで少し握れるといいかもしれないですね。はい。その方がよりその肩甲骨周りで耐えるっていう形がつかみやすいかなと。しんど。はい、OK です。ありがとうございます。先ほどのじゃあ外旋の動きを一回やってみましょうか。こうでしたっけ。はい、全然違う。あ、先ほどと比べて肩に力が入る感じが減りましたね。若干不安はあるんですけど、自分でも力が少しさっきより抜けてるなっていうのが、てかこのなんか スッと持っていける。さっきよりだいぶスムーズに上がってますよね。ただ、ま、怖いっちゃ怖いけど、でもあのこのちょっとのエクササイズで全然違う。よかったです。チューブ買いに行く人続出ですよこれ。打球関係者から。あと公園でこれやる人も出てくる、出るかもしれないですね、はい、この動画。これめっちゃいいですね。ただ見た目よりあれ結構きついですね。結構きついです。きついけどやると本当に変わりますね。はい、なるほど。こうやってコンディショニングしとけば、まあ、不安感が減って、私テニスもやるのでそういう時も安心ですよね。そうですね、まあ、怪我の予防というところもそうですし、動きが良くなればパフォーマンスアップにもつながってくるので。はい、ということで、私の方ちょっと見てもらって、そういう自分の考えでもすごく良くなったなっていうのがあります。例えば肩痛い方って結構多かったりとか、肩に不安のある方多いと思うんですけど、あえてチェックの時にしっかり胸の動きを見てもらったりとか、いろんな肩の方向でどういう動きが出てるかっていうのをしっかりチェックしてもらったことがある人って少ないんじゃないかなと思います。本当は、まあ、これ全身チェックしてってことですよね。そうです。ここはちょっと端折って肩に関係ある胸とかのとこだけ見たんですけど、本当はまあ股間、この間やった股関節とか、まあ、足首とか全部総合して、もしかしたら、ね、足首の動きが悪くてそこに連鎖が悪いのが来てるっていうのも見てくれるので、全身トータルで見てくれて、整うようにしてくれるのは非常におすすめかなと思います。本当に今日今のエクササイズ、正直自分トレーナーやってもあんまチョイスしないやつだったので、本当にちょっと今日聞いてよかったなというふうに思いました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こんな感じですごいチェック上手で、エクササイズ教えてくれるのも非常に上手なトレーナーなので、気になる方は三鷹駅から徒歩6分、レクスコボディーワーク、ぜひ体験しに来てもらえたなというふうに思います。また今後も YouTube 多分出てもらうと思うので、皆さん、こういうのを取り上げてほしい、こういうエクササイズで教えてほしい、和藤さんに教えてほしいエクササイズとありましたら、コメント欄の方にコメントよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。